はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、ジャックナイツオルフェゴールギルスさんがなんと3枚使えるようになりましたですね。いや時代ですね。あのオルフェゴール環境がやばすぎて、ギルス君、まあ、制限カードにされてたんですけども、このモンスターなんかいつの間にか3枚使えるようになっておりましてですね、今現状遊戯王マサデュエルさん、まあ、これ3枚使えるようになったらやることは1個ですよね。それが何か、今回ご紹介する最強のフィールド魔法、生物が刻む傷跡を使った全ハンデスエクストラ全破壊ですこのカードね、L なんですけど、これマジでやばいこと書いてあって、1にはちょっと1回も読み出してもらっていいわ。3番目、自分の墓地および自分のフィールドの表側表示モンスターの中から、ジャックナイツモンスター8種類を1体ずつ除外して、相手の手札、エクストラデッキのカードすべて墓地に送るって書いてあるんですよ。やばくない全ハンデス&エクストラデッキ全破壊だよ。これやばいっしょ。これをね、今日はね、狙っていきたいと思ってます。で、傷跡のこの前半ですムーブなんですが、今までも別にできてたんですけども、ギルスプラス紫とかで確定します。なんと手札2枚からこの最強ムーブができるようになると、まあ、しかも3枚になったらやるしかないということで、今日はこのね、激肝のムーブをお見合いしていこうと思ってますんで、早速、見ていただきましょう。デュエル、スタンバイ。ギルス、ギルスだ、ギルス来い。あ、実質ギルス来た、実質ギルス、あ、紫来てる、オッケー。いやこれちょっと何の誘発もケアできないな。これスモールワールド発動、赤除外、なんかとりあえず何もなさそう、裏はなさそうで、ヘビーメカウェポンとかいう、あ、ヘビーメカアーマーか、とかいうなんか謎のカードを除外してギルス持ってくる。で、ここギルス召喚する。で、ギルスパイセン召喚、あ、通るー、通るんご。え、これは来た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 。で、トークンを生む。そして、リンクリボンに変える。あまりにもクソムーブすぎてね、びっくりしちゃうと思うんですけど、今から相手の手札とエクストラデッキ全部破壊します。相手の手札全部と、相手のエクストラデッキ全てを破壊します。で、師匠のジャックナイツ飛ばして、で、青持ってきて、はい。で、青を出して、これね、ギルス3枚になったから、まあ、ある程度成功確率は上がってはきてます。もともと1枚だったんでね、こいつね。で、早急の効果で黄色。で、まあ、2体で明星します。で、明星効果で手札から生物、切ると、ジャックナイツか生物切ると、生物カードを持ってこれますので、これで、鍵持って、てくる、オッケー。で、鍵発動、レッツここで除外されているジャックライツ回収できるんで、これでさっき除外して終わる、紫を回収で、一旦なんだっけこれ、聖魂のジャックライツ特殊召喚、はい。で、聖魂発動して効果で縦列のやつ送ってで、デッキから、いない、なんか足りないやつですね。これ紫じゃねえ、緑か。緑特殊。これはね、正直なんでもいいですよ。墓地に送りたいだけなんで。その、ジャックライツの種類を増やしたいだけなんですよね。はい。で、リーブ21。リーブ21を出して。はい。で、リーブ効果性。これ、傷跡でいいか。傷跡でいいな、これな。傷跡セット。で、傷跡発動。まあ、ここ、本当はね、継ぐものセットして、継ぐもので、生涯発動、特殊化するんですけど、まあ、ちょっと引いてたので、まあ、普段だったら、ここは、継ぐものセットして、継ぐもので生涯を特殊ですね。はい。で、生涯効果で傷跡って感じ。なんですけど、まあ、これも傷跡持ってるんで、まあ、なんか、生物の記憶かなんか持ってきて、で、1枚ドローします。で、傷跡で紫捨てます。で、うらら、はい。で、生物の記憶発動、何らかの赤がいねえか、
赤いね、あれ赤いなかったっけ、あ赤除外したのか、赤特殊召喚で、これでこれ以降ジャックナイツしか出せないよみたいな制約かかるんですけど、で明星が出てきて、で明星トリーブでアストラム爆弾させて、はい、これでアストラムを残しながら、相手の手札を、とエクサレッキを全部判別するというガチでやばい動きが可能となってましてこれやばいですよマジで、ちょっと見せてください、マジでやばいことできるか、生物が、刻む傷跡を発動、さあ墓地からジャックナイツカードを8種類除外して、8種類除外した場合の効果、相手の手札とエクストラデッキを全て墓地に送らせる、うわあルーンだ、なるほどなるほど、手札1枚から何もできないだろうデッキナチルーンか、なるほどね、ジョッシュ式ナチルーンかちょっとわかんないけど、世界大会優勝デッキじゃん、お疲れ様、エクストラデッキなくなったけど大丈夫何もできないですね、悔しい悔しいでしょうね これはいけますね、一応いけますね、これはでも黄色もコンペキも引いてるの結構強いな、これなんかはだいぶ特殊色できるから、なんかあれアストラム残しそうだな、あのね、ギルスプラス紫オア青で、ギルスプラス紫で基本的にはもう成立してるんですよ、あのコンボは、傷跡ムーブは絶対相手の、まあ、何もの妨害もなければの条件なんだけど、何もなそうだな、あのね、これで成立してるのも、2枚コンボなの、傷跡で前半です、ただアストラムが残んないっていうパターンがあってさ、アストラムを素材にしないといけないっていうパターンがあって、素材っていうか傷跡のコストにしないといけないっていうパターンがあって、まあ、それがちょっと若干懸念材料ではあるんだけど、リーブ発動でリーブ効果、ちょっと展開が違うんですよね、だから今までの展開と、師匠特殊、はい、で紫で、紫除外して青持ってきて、まあ、これはまあ普通にいつもと同じ感じだな、紫除外して青持ってくる、で青特殊はあってでいいか、まあ今やるか、あ青特殊で青効果、相手のフィールド上にカードあるから縦列に、なんか適当なやつ持ってきて、持ってないやつでいいな、持ってないやつこれだな、赤持ってきて、でついでいく、でこれ正解で、正解で鍵持ってくれるから、あとでね、明星出すんで、明星で傷跡持ってればいいんで、ここではもう一回鍵ですね。鍵。はい。で、鍵発動を、列は真ん中。ここ。で、効果発動して、除外ゾーンから、紫回収。で、明星ぶっ込んで、これ結構、あれだね、縦列作れてるから、割と稼げるかもしれない、これ。数これなんかアストラムなんか残せそうな気がする、でこうでしょ、でデッキ型に加えるのが、これを傷跡にせんとあかんのよな、はい、で傷跡発動する、これ発動っすね、でコストで送るのが紫残しとこうかな、だから多分足りるんだよねこれ、グレンの、ジャックナイツからの、コンペキ、これ足りてるよな、はい、でコンペキでもう一回、あとあこれ成功か、成功いかないといいか、成功、はいはい、とで成功出して、で成功でデッキからリクルートしてきて、でこれで緑かなんか持ってくるのかな、いねえのか、緑、明星でよろしいか、明星、まあこれはちなみにあれですね、縛りかかってないんで何でも忘れますね、記憶ってないんで、
ジャックライス以外でも別に出せるっていう感じなんですけど、まあ、とりあえず1回リーブ21ご墓地を振りながら、ジャックライスパラディオンアストラも出し、リーブ21の効果によってトークも1回消す。さあ生物が刻む傷跡を発動。さあ8種類のジャックナイツをゲームから除外することによって相手のエクストラデッキと手札を全て墓地に送っていく。つー最強うおえやばいこれ、ちょっとちょっとやばい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 、送ったらあかんデッキのエクストラ送ったかもしれない俺。アーデクアーデクアーデクスカルナイトガルーラ、やばい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 、ちょマジでやばいの来た、ガチでやばいの来た、ちょっと待って、あれ俺ハンデスしたよなあれ俺ハンデスしたよな、なんであいつあんなにハンドあんだやばダケとかいう地獄みたいなモンスター来たやん、高等儀式使うのダケやばい、ダケとかいう最強モンスターでこれエクスピアリーノワールしろうとしてる草やばい、ちょっとアストラム君これ相手によって墓地を送られた場合の効果だからこれ発動しないんだけど、高等儀式打ちすぎじゃないですか、どんだけ通常モンスター入ってるのこれ、やばかっけー、バッティングソルジャー来たやばちょ待って、ちょやばい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 、俺前半でしたんだけど相手のエクストラデッキ全部さ墓地送って前半でしたんだよ俺、こんなことある、いやおかしいって、インチキ効果もいい加減にしろ